トヨタ・ラクティス。ラクティスは、2代目及び3代目ビッツをベースに、開発された、トヨタ自動車のコンパクトトールワゴン。ファンカーゴ、初代ウィッツ派生の後継者種として、開発、販売されていた。既存のヤリス、日本名、ビッツ同様、かつてのトヨタにおける、世界戦略車でもあった。開発主座は後に2代目ウィッシュや86を手掛けた、ただ徹夜である。 思い通りのレスポンス、かっこいい、スタイル、かつてない開放感、広大なスペース、低燃費低排出、軽快な走りをコンセプトに作られた。1.3から1.5リットルと小排気量のエンジンを積みながらも広い居住空間を追求しているため、居住性が良く、かつ経済走行性に優れる1.5リットル FF 車、1NZFE 搭載車は18.6キロメートル。 L10.15 モード一方、車両本体価格が最大160万円程度と比較的低価格に、かかわらず高速走行時に効果を発揮する、クルーズモードを搭載する 1NZFE 搭載車のみなど、街上用にも長距離走行用にも適用できる仕様となっている。1 5リットルの 1NZFE エンジンは形式こそ同じであるが、駆動方式により、 若干構造が異なり、FF では1.3リットルの 2SZ、FE 同様、ローラーロッカーアームが採用されるが、4WD には、非採用、直出し機となる。よって、エンジンヘッドカバーもおのので異なり、互換性は、全くない。二代目、ビッツのプラットフォームをベース、ただし、ホイールベースは、ベルタと同じミリメートルに、延長としているため、 全部衝撃吸収構造に優れる。基本的に全部からの衝撃は、バンパディインフォースメント、左右サイドメンバー及び、従来は、ただの保持部材であった、ラジエーターサポートを、ユニット化し、強度部材とし、それぞれに、衝撃吸収構造を設けて、極力エネルギーを吸収する構造になっており、それでも吸収しきれないエネルギーは左右エピーラーを、通して、ルーフ部に逃がすか、 サイドメンバーからフロントトルクボックスを通じて床下のフロアメンバーに逃がすようになっている。また、万が一衝突でエンジンが交代してもフロントパネルの全部に設けられたリーンフォースメと強度部材が受け止め、そのエネルギーを両サイドのフロントトルクボックスに逃がす構造となっており、衝突時の生存空間を極限まで残す構造となっている。また、 ラジエータースサポートをボルト止めとして、交換を容易にしていることも特徴である。後方からの衝突、側面からの衝突に対しても、パネルに強度を持たせるのではなく、リアサイドメンバーや、セターピラーなど強度部材によって、衝撃吸収を行う構造となっているため、損傷波及がしにくく、生存空間を極力残す構造になっている。インテリアについては、 駆動方式によってリアシートのアレンジが大きく異なり FF では片手で楽に収納できるダイブインシートを採用することにより簡単に広大なスペースを作り出すことが可能 4WD の場合はプロペラシャフトの追加に伴って床高が上がるためにダイブインシートは装着できず代わりにダブルフォールディング式を採用すると DFF に肉薄する空間を生み出している その他、コンパクトカーには、珍しい装備として、体型16インチタイヤ、ゲート付きシフトレバー、本革巻きステアリング、シフトノブ、クルーズコントロール、テレスコピックステアリングを装備する一方で、トヨタ初の装備として、CVT 専用パドルシフト、レクサスイーズ用と、色違い、サイドターンランプ付きドアミラーが挙げられる。また、新開発の装備として、 ビッツの4倍細かい制御を持つ電動パワーステ、アクティブ CVT システム、7速モード付け。評価が分かれるものとして、低いハンドルのその上に望むバノラマビューター、オプティトロンメーターがある。欧州などでも販売された先代のファンカーゴとは異なり、発売当初は日本国内専用車であったが、後期型となった2009年10月より、 中華圏特別行政区の香港及びマカオでも販売された。また、ロシアや東南アジア各国、東アフリカ各国、ニュージーランド等、日本の中古車輸入が活発な国にも多数輸出された。先代、ファンカーごとの大きな変更点は以下のことが挙げられる。開発主査はただに変わり、IST やハイエース、レジアスエースなどの開発主査を歴任した。 三浦清勝、先代仙台とは異なり、バーソー S として、欧州でも販売されている。欧州では、B セグメントの MPV に分類される。また、香港、マカオでは、ラクティスプラス、2014年7月の改良でラクティスに変更、イスラエルでは、スペースバーソの名称で、それぞれ販売されていた。仙台と同じ5ナンバーサイズを維持しつつ、 室内幅を 40mm 拡大したことで、室内空間にゆとりができた。また、FF 車には、コンパクトクラスでは初めて、ラゲージスペース側面のレバー操作のみで簡単に、格納できる6、4分割チルドダウン機構付けリアシート、4WD 車は6、4分割ダブルフォールディングリアシートの採用により、使い勝手を高めた。さらに、後席の座面奥行きとシートバック高を、 それぞれ 30mm 拡大、クッション圧を 10mm 厚くし、前席のシートを薄く作ることで、足回りのゆとりを拡大するなど、仙台の弱点とされていた後席の居住性を大幅に改善している反面、仙台で設定されていたテレスコピックステアリングが国内仕様では廃止され、走行安定性を向上させるために、仙台比で前メ 50m 以上落としたことで、 相対的に室内高も低くなった。フロントのエンブレムは、トヨタの CI マークのエンブレムに変更された。また、1.3リットル車のエンジンは、デュアル VVTI を搭載した 1NR-FE 型に、痴一1.5リットル 4WD 車は、トランスミッションを CVT に変更。合わせて、空力性能の改善と車体の軽量化も行われた、ことで燃費が向上され、 FF 車は平成22年度燃費基準プラス25%を1.5リットル 4WD 車は平成22年度燃費基準プラス15%をそれぞれ達成した。欧州仕様には1.4リットルディーゼルターボエンジンの設定もあった。今回のモデルチェンジを機にワイパーが払拭性を考慮して1本となりホイールが4ケツから5ケツに変更された。 PCD については 100.0mm で変更なし。さらに 4WD 車の駆動システムについては、ビスカスカップリングを使用した V フレックスフルタイム 4WD から電子制御カップリングを使用したアクティブトルクコントロール WD に変更された。助手席、シートベルト被着用警告灯は、運転席警告灯と兼用だった。また、富士重工業、原社名。 スバルのエンジニアが100名規模で参加した初の共同開発車種でもあった。日本、香港、マカオ使用車の生産は、当初は関東自動車工業岩手工場、現、トヨタ自社東日本岩手工場が担当していたが、同工場で生産されるアクアの増産に対応するため2012年5月より、同社東富士工場、現、トヨタ自動車東日本東富士工場に移管した。 先代との大きな変更点は以下のことが挙げられる。グレード体系は従来からの X、G に加え専用デザインのフロント周りやインテリアカラーを採用した L エピース、レピスのグレードを設定。欧州仕様と同等の設定の専用ユーロサスペンションやパドルシフトを採用し走りを追求した S1.5 リットルに WD 車のみが追加。さらに 後日のウェルキャブから車椅子使用者タイプ I 助手席代わりやシート付けが車椅子使用者では初となる形式指定を取得しカタロググレードとしてラインナップされた後期型では L エピースに代わり専用のシート表皮やシルバーステッチ、ステアリング、シフトノブなどを採用した G プライムスタイル1.5リットル 2WD 車のみが新設された 一方、香港、マカオ仕様は、ベースグレードの、ヤングと、パノラマルーフや、アルミホイールなどを装備した、上級仕様の、バーその2グレードのみの設定となり、共に1.5リットルのみが組み合わされていた。ベーシックグレードの、低波、低波にホグランプロックスピーカーなどを追加した、ルーナ、ルーナにプライバシーガラスクルーズコントロールを追加した、ルーナ、 17-16インチアルミホイールオートエアコンなどを追加したゾルの4つのグレードで構成される。運転席、助手席、エアバッグ、運転席、助手席、サイドエアバッグ、カーテンエアバッグの他運転席、2エアバッグの合計7つのエアバッグ、VSC が全車で標準装備となっていた。2台目ではトヨペット点扱いの車両のみ、車両形式の末尾に、 が付与されていた。英語で、ランの R と、アクティビティのアクティと、スペースの S という意味を組み合わせた造語。また、二代目前期に設定されたレピスはフランス語で、隠し味、スパイスを意味する。ラインナップとして、下記の5種類を設定。中でも車椅子使用者には、ウェルキャブ初のインライン仮装、高岡工場生産を実施。インラインを実施することにより、 価格を抑えることが可能となった。また、車椅子使用者タイプ E では、子供、搭載可能な、車椅子サイズに、制限ありを1.5列目、ほぼ助手席に車椅子ごと乗せることが可能だった。なお、2009年10月の一部改良に伴い、新たに、リモコン操作で、ルーフ上に設置されたボックス内に車椅子を電動格納できる、ウェルキャリーを搭載した、フレンドマチック車。 タイプ E、フレンドマチック取り付け用専用車、タイプ EE、タイプ4を新たに設定した。なお、同年8月25日に施行された、特定改造自動車のエネルギー、消費効率相当値の算定実施要領により、燃費値が算定出るようになったため、1.3リットル車の一部仕様と1.5リットル FF 車が、ベース車と同じく環境対応車普及促進税制、 エコカー減税を受けられた。二代目では、屋根部分を配流付加することにより、室内高は、初代比プラス 40mm になると同時に、ベース車、プラス 120mm の前高とすることで、車椅子使用時における、室内空間を確保。また、車椅子使用車、タイプ I 助手席代わりやシート付けが、車椅子使用車としては、日本初となる、形式指定自動車となった。 車椅子使用者は改造者扱いであり、一般車と異なる登録や車検が必要だが、形式指定を受けることで、一般車と同じ扱いになり、登録や車検に必要な手間が大幅に軽減されるようになった。2014年5月のマイナーチェンジで通常、グレード同様に燃費を向上し、平成27年度燃費基準を達成している。なお、初代。 二代目とも車椅子使用者には専用装備として、車椅子での乗降をスムーズに行う目的で、リアにエアサスペンションが備わった。2016年8月生産終了。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。